ナンバーアイのロゴ国字騒動、トベトザ・ボナズへの和解にもかかわらず、岸シ太タのコメントが波紋を広げる。ロゴ国字問題の背景アイドルグループ、キング、リンチェプリンス、脱退し新グループンウンベル、ナンバーアイ、結成した平野紫使用人偶児ユータ、キシタの3人3人。しかし、彼らの新しい始まりに影を落とす事件が発生しました。 その事件とは、ナンバー・アイ・ノロコがロックバンド、ザ・ボナズのロゴと告示しているとの指摘があり、これが物議を醸しています。さらに、両者の所属事務所が和解に達したにもかかわらず、シユータのコメントが批判を浴びているという事態が広がっています。問題の発端、ロゴの告示と和解の背景。 ナンバー・アイのロゴがザ・ボナズのものと告示しているとの指摘が相次ぎファンや一般の注目を集めました。トベ及びバンド側は2023年11月20日にそれぞれの公式発表を通じてこの騒動に対する謝罪と和解の成立を報告しました。トベはナンバー・アイのロゴに関する謝罪文を 公式サイトで公開し、バンド側との話し合いが持たれ、ロゴの変更なしに活動を続けることで合意が得られたと述べました。バンド側も同様に、X などでの発表を通じて、10年以上背負ってきた N ロゴと確かに似てはいるなぁと思った、としつつ、でもロゴは似ているようで違うものだし、それぞれがそれぞれのロゴにプライドを持って掲げていけばよいんじゃないかな と思う、とコメントしました。岸優太のコメントと批判の嵐問題の下中で、岸優太はバンド側の発表を引用し、それぞれのグループを応援してくれたら嬉しいです。とコメント。一部のファンからは温かい反応が寄せられましたが、一方で岸優太のコメントには厳しい意見も多く見られます。 迷惑かけた側のコメントとは思えないといった声が上がりめっちゃ上から目線で、臭いエる立場かそれ相手方が言うことだよ W、お前が言うな WWW、それはお相手が言うもんだぞ、などと、死ゆうたに対する非難のコメントが相次いでいます。死ゆうたの発言が和解の喜びを分かち合うものとは受け取られず、一部のファンからは適切でないとの声が紛失しています。 岸優太のコメントのぜひこの騒動において、岸優太のコメントがどれだけ適切だったのか、ファンや一般の人々の間で議論が巻き起こっています。一部の支持者は、岸優太が両者の和解を前向きなスタンスで受け入れ、応援を呼びかけている姿勢に称賛の意を示しています。 しかし、一方で批判的な意見も多く、岸優太が迷惑かけた側として適切なコメントを発せず、むしろ過去の経緯を無視しているとの見方が広がっています。岸優太のコメントの背後にある意図岸優太のコメントが批判を浴びる中で、その発言の背後には一体どのような意図があったのか。 岸優太がこうしたコメントを発した理由や彼の立場について考察してみると、彼はもともとアイドルとしてのキャリアを築いてきた一方で、新たなグループ、ナンバーアの一員として新たなスタートを切っています。 この背景から、岸優太はファンに向けて前向きで協力的な態度を示すことで、新グループの活動を円滑に進めたいという意図があった可能性が考えられます。しかし、その一方で岸優太が迷惑かけた側としての自覚を書いているとの指摘もあり、これが批判の対象となっているようです。 和解とファンの期待とベトザ・ボナズへの和解が成立したことで、ファンは一安心したことでしょう。しかし、シユータのコメントによって一部のファンの間には不満や疑問の声も上がっています。今後、これらの声が新グループの活動やシユータの評価にどのような影響を与えるか、注目が集まるところです。 和解が成立したことで、トベとザボナ像をお互いの活動を尊重し、異なるアート表現を共存させるスタンスを示しています。ファンも両グループを応援する中で、この問題を乗り越え、新たな音楽の可能性に期待していることでしょう。新たな始まりへの期待と課題、ナンバーアイのロゴ国示騒動を通じて、 トベとザ・ボナズが和解した一方で、シユータのコメントが賛否を呼び起こしています。この出来事は新しいグループのスタートに陰りを落としましたが、和解の成立によりファンたちは安堵の息吹を感じていることでしょう。今後は両グループが互いの表現を尊重し合い、ファンとのコミュニケーションを大切にしながら音楽活動を展開していくことが期待されます。 岸優太もその一員として新たな始まりに向けてファンと共に歩んでいくことが求められるでしょう。